溶接はそれぞれのもの部品を組み立ててそれを溶接することによって物や形になるというその物や形を作るのが楽しい、まあ、それが魅力かなと感じています。1993年にマツダに入社した江口さん、26歳の時全国47都道府県から代表者1名が出て溶接の技能を競う全国溶接協議会に出場、半自動アーク溶接部門でなんと全国1位に輝いたこともある実力の持ち主ですが、決して自分が一番とか自分の溶接が正解だとかは思ってではないんですが、やっぱり人のする溶接とかはやっぱ気になりますし、自分のやった溶接に対して反省もしますし、もっとこう上手にできるはずだなというような思いは常に持ってます。天極みなしですね。突き詰めて突き詰めて突き詰めても答えはないと言いますか、極みはないという思いで溶接もそうですし、まあ、仕事も頑張ってます。いつまでも勉強し続ける姿勢を忘れない江口さん、それはマイスターに認定されてからも同じ。狙い位置、どこを見てるのかということと、その時の状態を耳で感じる音が重要だと思いますね。新鮮ワイヤーが溶けてる部分のプールって言うんですけど、その溶けてる状態を見ながらその中のどこを狙うか、狙い位置ですね。健全な溶接するにはいろんな条件があるんですけど、それが一つでも崩れるとやっぱり溶接は不良になってしまうんですよね。なんでその最適な条件を維持していくのが今大事だと思うんですけど、機械ではやっぱり判断つかないところは人がそういう環境を保っていく、機械を教えた通りしかできないんで、例えば部品の状態がなんかこうばらつきとかがあってもそのまま教えられたところを溶接してしまう。人ならああ部品がねちょっとばらついてるなっていうのは感じながら必要なところを溶接するんですけど、これからの若い人にもいろいろ伝えていきたいですね。溶接を使ってものを作るというものづくりの楽しさ、これを伝えていきたいですね。やっぱり楽しいですね、ものづくり。やっぱり形を作っていく、それも自分の手で作っていくというところがやっぱり楽しいですね。